こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア始めていきましょう。見てください。いよいよですね、あと働くちまめ隊という新ガチャが始まりました。一方でですね、まだひだまりスケッチ期間限定特別セレクション召喚が9月30日月曜日16時59分まで行われます。本日9月26日です。で、今石が300個あります。チケット片方をチケット召喚して、片方を初回10巻召喚したいと思います。ひだまりスケッチをチケット召喚。なずな。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。伸び悩んでます。今夜はお月様が綺麗ですね。あれ、ああ、まだ持ってんだ。もう一回行きましょう。いや、これはせっかくちまめ隊両方あるんだから、メグ編を一回行ってみましょう。メグ編をチケット使ってみましょう。花が結構綺麗ですね。ハーフサンダーブレンド S の星川真由。伸び悩みますね。これで、チケットは使い切りました。前編ですね。ご注射こちらがなるほど。いや別に、キャラが10回召喚でマヤとメグが星5マヤと星4メグが、まあ確率高いってことですよね。他はまあいつもの通りの星5ですね。で、これがメグ編になると当然のごとく星5メグと、あ、メグなんだ。こっちマヤとメグなんだけど、星4マヤは用意されてないんですよね。ちなみに日だまりはどうかというと、湯のクリスマス。宮古。が高いってことになりますね。なかなか星5出ないですけどね。前編初回10回行ってみましょう。本日からですね、9月26日。行ってみましょう。ダメですね。貴族バットがえげつない。ペースで分かっちゃうんですよね。さあ星4以上来るよ。大垣千秋ですね。星4、これ初登場。いい加減飽きた。来る、くるみ沢、じゃあくるみか。学校暮らし、まあ星さんは使わないですからね。お、塩田はじめ。また星さんだ。積む。時はその荷物、私が背負ってよいよ。ってことで回復は任せとけ。そうですか。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。もうちょっと頑張ってほしかった。
と麦ちゃんも覚醒ですね。今夜は月様が綺麗ですね。まあこのように日だまりスケッチ期間限定特別セレクション召喚働くちまめ隊のメグ編マヤ編の両方のピックアップガチャをやってみました。ですね、クエストの働くちまめ隊ですが、